William Shakespeare wrote as follows. Time is very slow for those who wait, very fast for those who are scared, very long for those who lament, very short for those who celebrate, but for those who love, time is eternal. ウィリアム・シェイクスピアは次のような言葉を書き残しています。何かを待っている人にとっては時の流れというのは大変遅い。何かを怯えている人にとっては時の流れというのは大変早い。何かを悲しんでいる人にとっては時の流れというのは長い。何かを祝っている人にとっては時の流れというのは大変短い。でもね、誰かを愛している人にとっては時の流れというのは永遠なんだよと。広し林、ハーママシティ、ジャパン。The three wisest men, Buddha, Leonardo da Vinci, and William Shakespeare, write in the same way as follows. Love is an ultimate goal for humans to live for, and so it is, I am convinced now. Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan.Buddha says, Just as a mother would protect her only child with her life, even so let one cultivate a boundless love towards all beings. Leonardo da Vinci writes like this, A life without love is no life at all.And William Shakespeare writes as follows. Love is heavy and light, bright and dark, hot and cold, sick and healthy, asleep and awake. It's everything except what it is.If music be the food of love, play on. もし音楽が愛の食べ物であるなら、弾き続けなさい。つまり、音楽と愛というのは、そういう関係にあるということですね。確かに音楽は人の心を優しくし、豊かにし、育みます。その中から愛が生まれるというわけです。で、もしそうなら音楽を弾き続けなさい。Live a little, comfort a little, cheer thyself a little. 少しだけ生きなさい。少しだけ慰めなさい。
少しだけ自分を喜ばせなさい、と訳しました。まあ、人生というのはですね、ぬか喜び、取り越し苦労は禁物ですね。どういうふうに、まあ、解釈するかは、皆さん自身かと思います。Leave a little, comfort a little, cheer thyself a little. Go wisely and slowly. Those who rush stumble and fall. 賢く、そしてゆっくりと行きなさい。急ぐ人はつまずき、そして転ぶよ、と。そうですね。One step each time という格言があります。一度に一つ、一つずつじっくりとこなしながら前に賢く進むことというふうに解釈できます。Doubt thou the stars of fire? Doubt that the sun does move? Doubt truth to be a liar? But never doubt I love. 星々が火であることを疑いなさい。太陽が動いているということを疑いなさい。真実というのは嘘であるということを疑いなさい。がしかし、私があなたを愛しているということは疑ってはいけません。1600年前後にこのような事実を言い切ったところが素晴らしいですね。おそらくその当時の人たちは星々は火だと思っていたのでしょうね。そして太陽は動いていると信じていたのでしょうね。そして真実というものはないんだよと。がしかしシェイクスピアは私があなたを愛しているということは疑ってはいけませんよ、と。We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep.生きているということは、夢が作られていくようなものかもしれないね。そして、私たちの人生というのは、眠りの中で繰り返していくものだよ、と訳しました。で、私たちは、その夢の中で生きているようなものかもしれませんね。あのアインシュタインはこう書き残しています。すべてが奇跡なのか、あるいはすべてが奇跡でないのかと。つまり、生きていること自体がすべて奇跡なんだよと。シェイクスピアの哲学とどこかつながっているように感じます。I love thee, I love but thee, with a love that shall not die till the sun grows cold and the stars grow old. 私はあなたを愛する。あなただけを愛する。
決して死ぬことのない愛で、太陽が冷たくなるまで、そして星々が年老いるまで。太陽が冷たくなる、星々が年老いる。シェイクスピアはこうした知識をどこで手に入れたというのでしょうか。太陽がですね、いつか冷たくなるというようなことや、星々に新しい、あるいは古いなどというようなことは、当時の人たちには知る由もなかった事実ということになります。It's not enough to speak, but to speak true. いくら話しても、それは構わないが、しかし、真実を話しなさい、と訳しました。ありのままを飾らず、そのまま話すということですね。それはまさしく、私たちの人生観へとつながっていくのではないでしょうか。A light heart lives long. 軽い心はね、長く生きるもんだよ、と。まあ、心にも軽い思いがあるというわけです。そして明るく軽やかで清々しい心というのは皆の心を巻き込んで長く生きるというふうに解釈できます。Hell is empty.And all the devils are here. 地獄には誰もいないよ。空っぽだよ。すべての悪魔はここにいるんだよ。と訳しました。つまり、善も悪も天国も地獄も今まさにこの世にあるというわけです。と同時に、この世にすべての悪魔がある、というふうに解釈できます。Never play with the feelings of others, because you may win the game, but the risk is that you will surely lose a person.For a lifetime. 決して他人の心をもて遊んではいけないよ。なぜならね、あなたはそれで勝ったつもりになるかもしれないけれどもね、あなたはその人を永遠に失うよ。決して他人の不幸や悲しみや苦しみや病気を酒の魚にしてはいけませんね。他人の心をもてあそび、そして他人の不幸を笑った人は、今度はその何十倍も苦しむということになるということではないでしょうか。明日は我が身と考えて、そうした人たちの不幸や悲しみを共有することこそ重要だと私は解釈しました。I will have poetry in my life and adventure and love, love above all.
私は人生の詩を書くでしょう。そして冒険の詩を書くでしょう。そして愛だ。とりわけ愛の詩を書くでしょう。シェイクスピアは生涯一貫して愛を語り、愛を貫きました。その姿勢はまさしくイエス・キリストの姿勢とつながっていきます。There is no darkness but ignorance.暗闇なんてものはないんだよ。あるのはね、無知なんだよ、と。人生で暗闇を感じることはしばしばあります。がしかし、シェイクスピアはですね、暗闇なんてものはないんだよ。すべて無知が原因なんだよ、と。つまり、私たちが知らないものの向こうに希望があり、夢があり、そして生きる意義や目的があるということではないでしょうか。Women may fall when there's no strength in man.男がすべての力を失ったときに、女性というのは恋に落ちるものかもしれないと訳してみました。男がすべてを失ったとき、つまりすべてを丸裸で投げ出し、愛を乞うたときに、女性というのはそれに応えるものではないかと、私、林浩司は勝手に解釈しています。Time is very slow for those who wait. Very fast for those who are scared. Very long for those whoLament. Very short for those who celebrate. But for those who love, time is eternal. 何かを待っている人にとっては、時の流れというのは大変ゆっくりとしたものです。何かを怖がっている人にとっては、時の流れというのは大変早いものです。何かを悲しんでいる人にとっては、時の流れは長くなるものです。また、何か良いことに酔いしれている人にとっては、時の流れというのは大変短くなるものです。がしかし、誰かを愛する人にとっては、時の流れというのは永遠です。シェイクスピアは一貫して愛の大切さ、重要さ、そしてその愛の持つ意味深さについて説いています。それはしかし愛を知っている人のみが知る事実ということになります。愛を知らない人はその一歩手前で、入り口の手前で、その向こうにある広い世界に怯えるものかもしれません。未知なる世界に入ることに躊躇するものかもしれません。しかし、ひとたび入ってみると、今まで私たちが知っている世界の
何十倍も何百倍も広い世界がその向こうに広がっているのを知るということになります。God has given you one face, and you make yourself another. 神はあなたに一つの顔を与えた。が、もう一つの顔を作るのはあなただよ、と。人には二つの顔があるというわけです。一つは生まれ持った顔。そしてもう一つは長い人生の中で作り上げた顔。まあ、年を取れば取るほど、それがよくわかりますね。見苦しいことをばかりしていた人はですね、まあ、そういった顔になるということでしょうか。大変厳しい格言ですね。No legacy is so rich as honesty. 正直に勝る豊かな遺産はないと訳しました。そうですね。日々の積み重ねが月となり、月の積み重ねが年となり、年の積み重ねがその人の人生となるというわけです。で、そうした親の生き様は子供にそのまま伝わります。親がずるいことをしていれば子供もずるくなるということです。駐車場に空きがないからといって身体に障害のある方の駐車場に車を止めたりしていれば、あるいは信号でまだ渡れると言って赤信号で渡るようなことをしていれば、やがてそうした姿勢は子供に伝わっていくということですね。そうでなければそうでない。駐車場に空きがなければじっと待つ。信号が変わりそうだったら車を止めてじっと待つ。そういう姿を子供は後ろから見ていて学ぶということです。正直に勝る豊かな遺産はないということですね。Listen to many, speak to a few. 多くの人の言葉に耳を傾け、話すのは二三人にしなさいよ、と訳しました。多くの人の意見に耳を傾けるということは重要なことですね。がしかし、多弁であってはいけないということでしょうか。いろいろな話を聞いても、相手を見極めて話しなさいよ、と解釈できます。なるほどと思う格言ですね。Better a witty fool than a foolish wit。 馬鹿げた騎士よりも騎士に富んだ愚かの方が良い。まあ、いろんな風に解釈できますが、私はミスター・ビーンというのが好きでしたね。
大変、計算された知性的なユーモアというのを、あのミスター・ビーンの中に感じました。が一方、もともと愚かな人がですね、馬鹿げたことを利口っぽく言うというのは、全然楽しくないし、笑えないというか、面白くないですね。そういったことをシェイクスピアが表現したのでしょうか。We know what we are, but know not what we may be. 私たちは自分が何であるかということについては知っている。が、しかし、私たちが何であるかもしれないということについては知らないというふうに解釈できます。つまり、私たちは自分のことをですね、知っていると思っているかもしれませんが、しかし、知らないことの方が多いということになるのではないでしょうか。あのソクラテスもですね、パルテノン神殿へ行った時に、何時自身を知れという落書きを見て、電撃に打たれるようなショックを受けたと言います。そしてその言葉から、無知の知、無知の知という言葉を導き出します。つまり、何も知らないということを知る。それが哲学の根幹であると。私たちは自分のことを知っているようで、が実は自分が何であるかもしれないということについては知らないというわけです。もっとわかりやすく言えばですね、もっともっと自分に謙虚になりなさいというふうに解釈できます。It is not in the stars to hold our destiny, but in ourselves. 運命を決めるのは星ではないんだよ。私たち自身だよ。と訳しました。己こそ、己のよるべ。己を起きて、誰によるべぞ。というあのブッダの北行の言葉と一致します。運命というのは過去を振り返った時には確かにあります。しかし、その未来の運命を決めていくのは私たち自身だということになります。Love all, trust a few, do wrong to none. 皆を愛しなさい。しかし、二三人を信じなさい。が誰にも間違ったことをしてはいけません。ということですね。シェイクスピアも love という言葉を対応しています。わかりやすく言えばですね、人に借りを作らない人生を清く正しく生きていくということではないでしょうか。Do wrong to none. 誰にも wrong ですから、間違ったことをしてはいけないよ。A fool
thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool. 愚かな人というのは、自分が賢いと思っているもの。しかし、賢い人というのは、自分が愚かだということを知っていると訳せます。つまり、自分を賢い人間だと思っている人ほど愚か者で、自分が愚かだと思っている人ほど賢い人ということになります。一般論から言いますと、愚かな人からは賢い人、利口な人がわかりません。理解できません。がしかし、賢い人、利口な人からは愚かな人がよーくわかるということです。しかし、これも相対的な問題で、さらにより賢い人、より利口な人から見るとですね、賢い人も、そして利口な人も愚かに見えるということではないでしょうか。人生は長い、短い、あるいは長いですから、そのワンステップごとに自分のステージを上げていくということですね。わかりやすく言えば、賢い人、利口な人を求めて生きていくということ。そしてその一方で、愚かな人は相手にしないということになります。There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. 善も悪もないんだよ。ただね、思想が善や悪に分けるんだよ、と。つまり、シェイクスピア自身はですね、絶対的な善、あるいは絶対的な悪を認めていないというふうに解釈できます。つまり、善の解釈も悪の解釈も思想によって決まるということではないでしょうか。Better 3 hours too soon than a minute too late. 一分遅れるよりは、何でも三時間早くした方が良いと解釈できます。まさしく人生論ですね。愚かな人は、そのものの価値をなくしてから気がつく。しかし、賢い人は、そのものの価値をなくす前に気がつく。というふうに、私は解釈しました。When a father gives to his son, both laugh. When a son gives to his father, both cry. 父親が息子に何かを与えると、その両方が笑うよ。しかし、息子が父親に何かを与えると、両方が泣くよ、と。シェイクスピアは、時々親子関係についての、こうした格言を残しています。きめ細かい、親の情、この情が、この格言に現れていると思います。確かに、そうだな、というふうに、実感できる格言ではないでしょうか。Bye for now.
According to Wikipedia, it writes about Marano as follows. The term of Marano originally stands for a sort of a disparaging word, which means Jew, who converted to Christianity in order to avoid persecution, but continued to practice their religion secretly. Signum Marano, or Marano's hand, is it hand gesture of the Marano or Illuminati, though it is now widely used as a hand symbolic signature of justice. ローマンカトリックの迫害を恐れたユダヤ教徒たちは、表向きはカトリック教徒のふりをしながら、その裏でユダヤ教を密かに信仰していました。そのシンボリックなハンドサインがマラヌスハンドということになります。イルミナティのハンドサイン、あるいはその後のイエズス会のハンドサインともなりました。これがそのマラヌスの手です。ウィリアム・シェイクスピアはフリーメイソン・リーでした。そのウィリアム・シェイクスピアの生誕祭が毎年行われています。その時使われた一枚の絵が出てきました。これがその絵です。中指と薬指をくっつけています。マラヌスの手です。つまり、ウィリアム・シェイクスピアはフリーメイソン・リーであると同時に、その上部団体であるイルミナティのメンバーであったということになります。ウィリアム・シェイクスピアはフラターニティという組織を創立したことでもよく知られています。1500年後のイエス、あるいは1900年後のイエスの操り人形芸術家たちはイエスの代理人として芸術作品を発表していました。このピエタ像もその中の一つです。このピエタ像の向かって左側、マリアの右手に注意してください。やはり同じように中指と薬指をくっつけています。つまり、このような形でミケランジェロはですね、イルミナティのメンバーであったことを示しました。このマラヌスの手というのは、その後イエズス会のシンボリックなハンドサインにもなっています。ともかくも、イルミナティもしくはマラヌスの手、すなわち隠れユダヤ教徒のハンドサインということになります。1900年前後の、つまりは1900年後のイエスの操り人形芸術家であったウィリアム・ブーグローもやはりマラヌスの手を表現しています。これはウィリアム・ブーグローが描いた聖母子の絵です。この聖母子の絵のイエスの向かって右側、左手に注意してください。やはり中指と薬指がくっついているのはわかります。そしてマリアの両手もやはり中指と薬指がくっついているのはわかります。まあこのような形で、ウィリアム・ブーグローもですね、自分はユダヤ教徒、もしくはイルミナティ、もしくはイエズス会のメンバーであることを示しました。で、ピエタ像をもう一度見てください。向かって左側のマリアの右手です。やはり同じように中指と薬指がくっついているのがわかります。つまりこのような形でミケランジェロは自分がアンチ、まあ、マリア教の、であるということをこのような形で鮮明に示したということになります。まあ、当時はですね、キリスト教もマリア教と化していました。まあ、それに対してこのような形で、まあ、反抗精神を表現したということになります。同じように、最後の審判の中でも、ミケランジェロはそのマラヌスの手を表現しています。中央の神に注意してください。この赤丸で囲んだ神です。この神もやはりマラヌスの手を表現しています。両方の手を見てください。中指と薬指がくっついているのがわかります。つまり、まあ、ミケランジェロはこのような形で自分の立場を鮮明に、表現したということになります。さらに、ダメ押しです。この絵を見てください。皆さんご存知の絵です。この中央の、両手、まあ、手に注意してください。やはりこの絵の中でも中指と薬指がくっついているのがわかります。マラヌスの手です。紛れもなくマラヌスの手です。まあ、このような形で、まあ、自分たちの立場を表明したということになります。で、もう一度整理しています。
中央がペーター像の中のマリアの手です。マルムスの手です。そしてその手は、例えばウィリアム・ブーグローの絵の中にも表現されてますし、そしてミケランジェロも自分の立場をさらにこのような形で表現したということになります。そしてそれと同じ手がですね、ウィリアム・シェイクスピアの手にも表現されているということです。つまり、これでウィリアム・シェイクスピアの立場は明確になったということになります。となると、ウィリアム・シェイクスピアは誰であったのかということになりますが、少し前に申し上げましたように、やはり1600年後のですね、イエスの操り芸術家であった可能性が極めて高くなりました。そこでウィリアム・シェイクスピアがどのような思想的なアジェンダを持っていたか、それを皆さんと一緒にここで考えてみたいと思います。つまり、ウィリアム・シェイクスピアの思想的アジェンダが分かれば、その向こうに見え隠れする1600年後のイエスの思想的アジェンダが分かると、私、林浩司は考えたからです。では、77のシェイクスピアの引用を皆さんに紹介します。ここでのポイントは、その内容、意味もさることながら、全体としてどのような印象を受けるかということなんですね。いわゆるまあ、シェイクスピアが持っていたアジェンダ、さらに言えば、ひょっとしたら、その向こうでシェイクスピアを操っていた1600年後のイエスのアジェンダがどのようなものであるか、まあ、感覚として分かっていただきたいということです。シェイクスピアは1564年に生まれたということになっています。その年、同じ年、あのミケランジェロが亡くなったということになっています。ミケランジェロとシェイクスピアはちょうど入れ替わるようにして、この世に生まれたということになります。では続く詩編をどうかお聞きください。すべての世界は舞台だ。すべての男や女は役者に過ぎない。入り口があり出口があるだけ。一人の人間は7つの段階で自分の時間に多くの役や演技を演ずる。愛はすべてに盲目、喜びを求め、無法、翼が生え、無束縛、すべての心から鎖を解き放つ。言葉だ、言葉だ、単なる言葉だ。心から出ているかどうかは問題ではない。野心家と言われている人たちを支えているものはね、ただの夢の影だよ。愚かしい知恵を口にするより、機転の利いた愚か者の方が良い。真の愛の道は決してスムーズにはいかない。今そこにある心配の方が恐ろしい空想よりはるかに怖いものだ。肉体を豊かにするのは心だよ。一分遅れるよりは何でも3時間早くする方が良い。善行のしすぎはかえって悪いことなんだよ。武勇が理性を餌にするとき、それは戦うための剣を食いつぶす。みんなが言うようにね、年を取れば取るほど知恵は逃げていくものさ。さあ、手と手を合わせよう。そして手と心を合わせよう。あなたが願うだけの喜びを私はあなたに願うよ。私たちは光を無駄にするちょうど
昼間のランプのようにね。私はあらゆる種類の人たちから黄金の意見を買い上げた。あなたが思考したように、それに従って偉大な行動をせよ。私たちは私たちが何であるか知っているが、何であるかもしれないということについては知らない。物を欲しがるというのはね、陰徳の罪になるんだよ。私たちの人生という蜘蛛の巣は絡んだ糸のようなもの、善も悪も一緒くた。人を疑うということは反逆的な行為なんだよ。それによってそれをしなければ得られたかもしれないところの善をかえって失ってしまうよ。名声だ、名声だ、名声。私は名声を失った。私は私の中の不滅を失った。残ったのはただの堕落。探し求めた愛は素晴らしいが、探さなくても得られた愛はもっと素晴らしい。楽しみと行動は時が経つのを忘れさせる。悲しみがやってくる時というのはね、こっそりとはやってこない。どっと軍隊のようにやってくる。多くの人たちの意見を聞け。しかしね、少数の人たちに語れ。しばしば失敗を弁解しすぎるとね、かえって弁解することによって失敗を悪くするよ。賢くゆっくりと急ぐ人はつまずくよ。人はその時々に死ぬものだよ。そして虫がその人を食べるよ。が、虫は愛のためにその人を食べるのではないよ。陽気になれ、そして笑え、古い顔のシワを引き出してやれ。物事に懐疑的になるとね、罪深い心をやがて探し始めるものだよ。言葉は少なければ少ないほど無駄にならないものだよ。険しい山を登る時というのはね、最初はゆっくりと登り始めることだよ。人は生まれた時にね、その時から始まる愚かな舞台を嘆いて泣き叫ぶものだよ。他に何も心を満たすものがなくなるとね、人は復讐を考えるものだよ。親の声は神の声だよ。というのも、子供にとって親というのはね、天国の副官なんだからね。自分の子供のことを知る父親は賢い父親だ。結局はね、自分自身に正直になることだよ。夜と昼が繰り返すにつれてね、やがてあなたは誰に対しても偽れなくなるよ。名誉を熱望するならね、それこそ魂を傷つけるようなものだよ。とても残念なことだ。賢い人が馬鹿げた風に話すことをね、賢そうに
話すことは、雪で火を起こすようにね、言葉で愛の火をつけることができるよ。私の年齢というのは厳しい冬のようなもの。寒いが、でも優しいよ。女というのはね、男にすべての力がなくなったとき、恋に落ちるものだよ。私は自分の星の中であなたたちの上にいる。偉大な人に生まれる人もいる。偉大な人になる人もいる。そして私がその偉大さを突き立てる人もいる。私の言葉は空を舞う。思想は下に残る。思想のない言葉は決して天国に登ることはない。あなたに与えれば与えるほど、私はさらに得る。どちらにしても無限だからね。結局はね、自分自身に真実でいなさい。友というのはね、あなたをあるがままに知っていて、どこに行っていたかも知っていて、あなたが何になろうともそれを認め、それでいて、あなたがどこへ行こうとも優しく許す人のことだよ。愛というのは目で見てはダメだよ。心で見るものだよ。それゆえにね、愛はね、人を盲目にする翼の生えたキューピッドだよ。もし私がしばらくあなたのことを思えば、失ったものはすべて回復し、その時悲しみは終わる。愛を示さない人を彼らは愛さない。愛の道は決してスムーズではない。愛はどこにでもある。愛は悪魔だ。悪魔の天使はいない。そこにあるのは愛だけだ。本当のことを言うとね、道理と愛は最近ではほとんど一緒にはなれない。言葉は風のように簡単なものが、信じられる友を見つけるのは難しい。友情というのはあらゆることにおいて不変だよ。仕事をしているときも、あるいは常時の最中でもね。女性というのはね、その種の優しい心のためになら、火の中でも水の中でも走り抜けるものだよ。ろうそくの光で、その光はどれほど遠くまで届くだろうか。いや、ほとんど届かない。ダンスをしていた星がある。その下で私は生まれた。多くの人は風が吹かない天候にも耐えられるが、私は耐えられない。あまりにも性急だ。知らなかった。それに突然だ。恐怖は何も感じない。カシウスよ。私は強固な正直で武装している。恐怖などというのはね、怠けた風のように私のそばを過ぎ去るだけ。世界の環境はあまりにも変わりやすいからね、取り返しのつかない目的や意見は愚かであることと同じ意味だよ。
友よ、私にはあなたは決して老人ではない。というのもね、私が初めて会った時と同じ美しさを私はあなたの目の中に見るからだよ。女性は二つの言語を持っているよ。一つはね、口先言語。期待というのは裏切られるものだよ。特に約束があるときはね、さらに希望がなく絶望が居座っているとそうだよ。離れていると愛は鋭くなる。近くにいると愛は強固になる。離れていると愛は燃え盛り、近くにいると愛はさらに激しく燃え盛る。その人が人間の力を超えたとき、そのときその人の上に神が宿る。愛は愛に向かう。ちょうど子供たちが本から離れるように。愛は愛から離れる。ちょうど子供たちが重い本を抱えて学校に向かうように。愚かな人はね、自分が賢いと思っているものだよ。が、賢い人は自分が愚か者だと知っているものだよ。適度に人を疑うということは、賢人のビーコンと呼ばれているよ。あなたが話す物語はね、耳の聞こえない人を治す力があるかもね。お父さんが彼の息子に何か与えるとね、両方とも笑うよ。でもね、息子がお父さんに何かをあげるとね、両方とも泣くよ。みんなを愛せよ。でもね、二三人だけ信じなさい。でもね、誰にも悪いことをしちゃダメだよ。私たちの人生を決めるのは星ではないよ。自分自身だよ。愛というのはね、ため息の香りでできた煙のことだよ。おやすみなさい。おやすみなさい。別れは核も甘くも切ないもの。だからね、私は明日までおやすみなさいって言い続けるよ。善も悪もないよ。もしあるとすればね、それは思想が作るものだよ。もし音楽が愛の食事なら、さあ音楽を弾いてくれ。神はあなたに一つの顔を与えるかもしれない。でもね、もう一つの顔を作るのはあなた自身だよ。皆さんはシェイクスピアのこうした格言を聞いて、全体としてどのような印象を持たれたでしょうか。それがひょっとしたら1600年後のイエスの思想的アジェンダということになります。私はシェイクスピアのこうした格言の向こうに現在に通ずる自由奔放な青い空を見る思いがします。最後にもう一言。シェイクスピアはこう書き残しています。It is not in the stars to hold our destiny, but in ourselves. 私たちの運命を決めるのは星ではないんだよ。私たち
自身なんだよと、この一文の中に1600年後のイエス、あるいはシェイクスピアの思想的アジェンダが凝縮されているように私、林博士は思います。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now. God has given you one face, and you make yourself another. 神はあなたに一つの顔を与えた。が、もう一つの顔を作るのはあなただよ、と。人には二つの顔があるというわけです。一つは生まれ持った顔。そしてもう一つは長い人生の中で作り上げた顔。まあ、年を取れば取るほど、それがよくわかりますね。見苦しいことをばかりしていた人はですね、まあ、そういった顔になるということでしょうか。大変厳しい格言ですね。No legacy is so rich as honesty. 正直に勝る豊かな遺産はないと訳しました。そうですね。日々の積み重ねが月となり、月の積み重ねが年となり、年の積み重ねがその人の人生となるというわけです。で、そうした親の生き様は子供にそのまま伝わります。親がずるいことをしていれば子供もずるくなるということです。駐車場に空きがないからといって身体に障害のある方の駐車場に車を止めたりしていれば、あるいは信号でまだ渡れると言って赤信号で渡るようなことをしていれば、やがてそうした姿勢は子供に伝わっていくということですね。そうでなければそうでない。駐車場に空きがなければじっと待つ。信号が変わりそうだったら車を止めてじっと待つ。そういう姿を子供は後ろから見ていて学ぶということです。正直に勝る豊かな遺産はないということですね。Listen to many, speak to a few. 多くの人の言葉に耳を傾け、話すのは二三人にしなさいよ、と訳しました。多くの人の意見に耳を傾けるということは重要なことですね。がしかし、多弁であってはいけないということでしょうか。いろいろな話を聞いても、相手を見極めて話しなさいよ、と解釈できます。なるほどと思う格言ですね。Better a witty fool than a foolish wit. 馬鹿げた機智よりも、機智に富んだ愚かの方が良い。まあ、いろんな風に
解釈できますが、私はミスター・ビーンというのが好きでしたね。大変、計算された知性的なユーモアというのをミスター・ビーンの中に感じました。が一方、もともと愚かな人がですね、馬鹿げたことを利口っぽく言うというのは全然楽しくないし、笑えないというか、面白くないですね。そういったことをシェイクスピアが表現したのでしょうか。We know what we are, but know not what we may be. 私たちは自分が何であるかということについては知っている。がしかし、私たちが何であるかもしれないということについては知らないというふうに解釈できます。つまり、私たちは自分のことをですね、知っていると思っているかもしれませんが、しかし知らないことの方が多いということになるのではないでしょうか。ソクラテスもですね、パルテノン神殿へ行った時に、何時自身を知れという落書きを見て電撃に打たれるようなショックを受けたと言います。そしてその言葉から、無知の知、無知の知という言葉を導き出します。つまり、何も知らないということを知る。それが哲学の根幹であると。私たちは自分のことを知っているようで、が実は、自分が何であるかもしれないということについては知らないというわけです。もっとわかりやすく言えばですね、もっともっと自分に謙虚になりなさいというふうに解釈できます。It is not in the stars.To hold our destiny, but in ourselves. 運命を決めるのは星ではないんだよ。私たち自身だよ。と訳しました。己こそ、己の夜べ。己を起きて、誰に夜べぞ。というブッダの北行の言葉と一致します。運命というのは過去を振り返った時には確かにあります。しかし、その未来の運命を決めていくのは私たち自身だということになります。Love all, trust a few, do wrong to none. 皆を愛しなさい。しかし、二三人を信じなさい。が誰にも間違ったことをしてはいけません。ということですね。シェイクスピアも Love という言葉を対応しています。わかりやすく言えばですね。人に借りを作らない人生を清く正しく生きていくということではないでしょうか。Do wrong to none. 誰にも wrong ですから、間違ったことをしてはいけないよ。
A fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool. 愚かな人というのは、自分が賢いと思っているもの。しかし、賢い人というのは、自分が愚かだということを知っていると訳せます。つまり、自分を賢い人間だと思っている人ほど愚か者で、自分が愚かだと思っている人ほど賢い人ということになります。一般論から言いますと、愚かな人からは賢い人、利口な人がわかりません。理解できません。がしかし、賢い人、利口な人からは愚かな人がよーくわかるということです。しかし、これも相対的な問題で、さらにより賢い人、より利口な人から見るとですね、賢い人も、そして利口な人も愚かに見えるということではないでしょうか。人生は長い、短い、あるいは長いですから、そのワンステップごとに自分のステージを上げていくということですね。わかりやすく言えば、賢い人、利口な人を求めて生きていくということ。そしてその一方で、愚かな人は相手にしないということになります。There is nothing either good or bad, but thinking makes it so. 善も悪もないんだよ。ただね、思想が善や悪に分けるんだよ、と。つまり、シェイクスピア自身はですね、絶対的な善、あるいは絶対的な悪を認めていないというふうに解釈できます。つまり、善の解釈も悪の解釈も思想によって決まるということではないでしょうか。Better 3 hours too soon than a minute too late. 一分遅れるよりは、何でも三時間早くした方が良いと解釈できます。まさしく人生論ですね。愚かな人は、そのものの価値をなくしてから気がつく。しかし、賢い人は、そのものの価値をなくす前に気がつく。というふうに、私は解釈しました。When a father gives to his son, both laugh.When a son gives to his father, both cry. 父親が息子に何かを与えると、その両方が笑うよ。しかし、息子が父親に何かを与えると、両方が泣くよ、と。シェイクスピアは、時々、親子関係についてのこうした格言を残しています。きめ細かい親の情、この情がこの格言に現れていると思います。確かにそうだな、というふうに実感できる格言ではないでしょうか。Bye for now.
If music be the food of love, play on. もし音楽が愛の食べ物であるなら、弾き続けなさい。つまり、音楽と愛というのは、そういう関係にあるということですね。確かに、音楽は人の心を優しくし、豊かにし、育みます。その中から愛が生まれるというわけです。で、もしそうなら、音楽を弾き続けなさい。Live a little, comfort a little, cheer thyself a little. 少しだけ生きなさい。少しだけ慰めなさい。少しだけ自分を喜ばせなさい。と訳しました。まあ、人生。というのはですね、ぬか喜び、取り越し苦労は禁物ですね。どういうふうに、解釈するかは、皆さん自身かと思います。Live a little, comfort a little, cheer thyself a little.Go wisely and slowly. Those who rush stumble and fall. 賢く、そしてゆっくりと行きなさい。急ぐ人はつまずき、そして転ぶよ、と。そうですね。One step each time という格言があります。一度に一つ、一つずつ、じっくりとこなしながら、前に賢く進むこと、というふうに解釈できます。Doubt thou the stars of fire. Doubt that the sun does move.Thou's truth to be a liar, but never doubt I love. 星々が火であることを疑いなさい。太陽が動いているということを疑いなさい。真実というのは嘘であるということを疑いなさい。がしかし、私があなたを愛しているということは疑ってはいけません。1600年前後にこのような事実を言い切ったところが素晴らしいですね。おそらくその当時の人たちは、星々は火だと思っていたのでしょうね。そして太陽は動いていると信じていたのでしょうね。そして真実というものはないんだよと。がしかしシェイクスピアは、私があなたを愛しているということは疑ってはいけませんよ。We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep. 生きているということは、夢が
作られていくようなものかもしれないね。そして私たちの人生というのは眠りの中で繰り返していくものだよと訳しました。で、私たちはその夢の中で生きているようなものかもしれませんね。あのアインシュタインはこう書き残しています。すべてが奇跡なのか、あるいはすべてが奇跡でないのかと、つまり生きていること自体がすべて奇跡なんだよと。シェイクスピアの哲学とどこかつながっているように感じます。I love thee, I love but thee, with a love that shall not die till the sun grows cold and the stars grow old. 私はあなたを愛する。あなただけを愛する。決して死ぬことのない愛で、太陽が冷たくなるまで、そして星々が年老いるまで。太陽が冷たくなる。星々が年老いる。シェイクスピアはこうした知識をどこで手に入れたというのでしょうか。太陽がですね、いつか冷たくなるというようなことや、星々に新しい、あるいは古い、などというようなことは、当時の人たちには知る由もなかった事実ということになります。It's not enough to speak, but to speak true. いくら話しても、それは構わないが、しかし、真実を話しなさい、と訳しました。ありのままを飾らず、そのまま話すということですね。それはまさしく、私たちの人生観へとつながっていくのではないでしょうか。A light heart lives long. 軽い心はね、長く生きるもんだよ、と。まあ、心にも軽い思いがあるというわけです。そして明るく軽やかで清々しい心というのは皆の心を巻き込んで長く生きるというふうに解釈できます。Hell is empty.And all the devils are here. 地獄には誰もいないよ。空っぽだよ。すべての悪魔はここにいるんだよ。と訳しました。つまり、善も悪も天国も地獄も今まさにこの世にあるというわけです。と同時に、この世に、すべての悪魔がある。というふうに解釈できます。Never play with the feelings of others, because you may win the game, but the risk is that you will surely lose a person,For a lifetime. 決して他人の心を
もて遊んではいけないよ。なぜならね、あなたはそれで勝ったつもりになるかもしれないけれどもね、あなたはその人を永遠に失うよ。決して他人の不幸や悲しみや苦しみや病気を酒の魚にしてはいけませんね。他人の心をもてあそび、そして他人の不幸を笑った人は、今度はその何十倍も苦しむということになるということではないでしょうか。明日は我が身と考えて、そうした人たちの不幸や悲しみを共有することこそ重要だと私は解釈しました。I will have poetry in my life and adventure and love, love above all. 私は人生の詩を書くでしょう。そして冒険の詩を書くでしょう。そして愛だ。とりわけ愛の詩を書くでしょう。シェイクスピアは生涯一貫して愛を語り、愛を貫きました。その姿勢はまさしくイエス・キリストの姿勢とつながっていきます。There is no darkness but ignorance. 暗闇なんてものはないんだよ。あるのはね、無知なんだよ、と。人生で暗闇を感じることはしばしばあります。がしかし、シェイクスピアはですね、暗闇なんてものはないんだよ。すべて無知が原因なんだよ、と。つまり、私たちが知らないものの向こうに希望があり、夢があり、そして生きる意義や目的があるということではないでしょうか。Women may fall when there's no strength in man. 男がすべての力を失ったときに、女性というのは恋に落ちるものかもしれない、と訳してみました。男がすべてを失ったとき、つまりすべてを丸裸で投げ出し、愛を乞うたときに、女性というのはそれに応えるものではないか、と私、林博氏は勝手に解釈しています。Time is very slow for those who wait. Very fast for those who are scared. Very long for those who lament. Very short for those who celebrate. But for those who love, time is eternal.何かを待っている人にとっては、時の流れというのは大変ゆっくりとしたものです。何かを怖がっている人にとっては、時の流れというのは大変早いものです。
何かを悲しんでいる人にとっては、時の流れは長くなるものです。また、何か良いことに酔いしれている人にとっては、時の流れというのは大変短くなるものです。がしかし、誰かを愛する人にとっては、時の流れというのは永遠です。シェイクスピアは一貫して愛の大切さ、重要さ、そしてその愛の持つ意味深さについて説いています。それはしかし、愛を知っている人のみが知る事実ということになります。愛を知らない人は、その一歩手前で、入り口の手前で、その向こうにある広い世界に怯えるものかもしれません。未知なる世界に入ることに躊躇するものかもしれません。しかし、ひとたび入ってみると、今まで私たちが知っている世界の何十倍も何百倍も広い世界がその向こうに広がっているのを知るということになります。Tragedy struck when Enkidu died and Gilgamesh experienced grief for the first time. Not just grief and loss, but also the realization that one day death would come to him too. Gilgamesh could not come to terms with his friend's death or the looming destiny of his own final fate. He set off on a quest to find eternal life. こうしてギルガメッシュ叙事詩は始まりますが、向かって左側にいるのがエンキドゥ、そして向かって右側にいるのがギルガメッシュということになります。エンキドゥを亡くした悲しさに耐えかねて、ギルガメッシュは永遠の命を求めて旅に出たというわけです。そのギルガメッシュは歩行補助装置を身につけていました。右に拡大してみます。黄色い部分が足ということになります。そして赤い部分が歩行補助装置ということになります。ギルガメッシュもサンダルを履いていたようです。左がアッシリアで見つかったレリーフです。古代の神々は歩行補助装置を身につけていました。左のアッシリアのレリーフは大変それが分かりやすいです。黄色い部分が足で、赤い部分が歩行補助装置ということになります。足と歩行補助装置の間には隙間があり、その隙間からその向こうに衣服の一部が透けて見えます。こうして比較すると、ギルガメッシュもまた歩行補助装置を必要とする神であったということがわかります。もう一度比較してみてください。そのギルガメッシュはほぼ実在したと断定されていますが、そのギルガメッシュはエンキドゥの死に耐えかねてウツナピシツムに会いに行きます。ウツナピシツムというのはあの洪水に生き残った半神半人の神を言います。つまり旧約聖書でいうところのノアということになります。中央のレリーフがそれを表しています。水中にいるのがノアということになります。その上に船に乗っているのが神ということになります。で、このレリーフの中で中央水中にいるのがウツナピシツムイコールノアということになりますが、その上で、つまり船の上でノアを、引き上げているといいますか、生命維持装置のようなものをコントロールしているのは誰かということですけども、流れからすると
延期エア、もしくはその息子の位置にあったマルドックということになります。左はバビロニアに残るバウンダリーストーンから起こした絵です。右が先ほどから紹介しているレリーフですけども、この上にいる、まあ、赤い線で結んだのがですね、マルドックなのか延期なのか私にも判断がつきかねていますけども、流れからすると延期ということになるのかもしれません。そしてその下にといいますか、水中にいるのがウツナピシツムイコールノアということになります。で、このマルドックであるならばですね、まあ、このような歩行補助装置をつけていたともおかしくないということで、ひょっとしたらマルドックイコールギルガメッシュ、つまりギルガメッシュはマルドックの化身であったとも考えられなくはないということです。今の段階では曖昧な仮説ということになります。このような仮説の背景になった一つの理由が、まあ、この歩行補助装置だけではなくてですね、ニネベでですね、大変奇妙なアーティファクトが見つかっています。これからそれをご覧いただきますけども、このニネベ、まあ、現在のイラクの北方の方ですけども、ニネベの遺跡からですね、仮面が見つかっているということです。ちょっと上下が逆になってますけども、左上がウルクです。つまりギルガメッシュの本拠地ということになります。これがそのマスク、仮面ですけども、ニネベで見つかったマスクです。このマスクについてはいろんな風に解釈されていますけども、このマスクの人物とギルガメッシュの顔がですね、一致しているということです。これをどう解釈したらいいのかってことになるわけですね。まあ、一説によれば左の上のマスクはサルゴン王のマスクであるというふうにも理解されています。しかし、まあ、そうした解釈は別としてですね、この顔とそして右のギルガメッシュの顔を比較してみるとですね、同じということがわかります。まあ、このように表現してあるわけですけども、左の仮面のですね、向かって右側、つまり左目が潰れている点にも注意してください。つまりマルドックは片目の神でした。その片目が現在のフリーメイソンのシンボルマークの片目へとつながっています。それはともかくも、ここでもう一度、まあ、確認していただきたいんですけども、上がニネベ、仮面の見つかったところです。そして下がですね、これがウルクです。写真では上下逆になってますけども、ウルクの遺跡です。このウルクの遺跡に言ってますか、ウルクにいたのがギルガメッシュということになります。そしてギルガメッシュの姿は一貫してこのような姿で描かれています。ライオンを軽々と胸に抱いています。まあ、巨人であったということですね。そして足は、まあ、つまり歩行補助装置をつけていたということになります。少なくとも人間ではなかったということになります。延期ドゥというのは延期の友達という意味だそうです。まあ、それはともかくも、この延期ドゥがですね、イナンナ・シタールに攻撃されたときに、そのイナンナ・シタールに乗っていた天の牛の船を、まあ、戦車をですね、破壊してしまいます。それが理由で延期ドゥはアヌ王に処刑されてしまうわけですけども、そういう流れの中から、まあ、ギルガメッシュがその死を悲しんで、そしてそれに耐えきれず旅に出たというストーリー展開になっているわけです。で、もう一度繰り返しますが、どうしても私林博氏はこの足が気になるわけです。つまりギルガメッシュは少なくとも人間ではなかった、イコール神ということにはなりませんが、神と人間の間に作られたハイブリッドヒューマノイドである可能性は十分考えられるわけです。もう一度このアッシュリアのレリーフを見てください。ここが重要です。サンダルを履いています。そしてサンダルと足をつなぐ紐のようなものまで表現されています。そして歩行補助装置と足の間には隙間があって、その向こうに衣服の一部が透けて見えているのがわかります。そしてこの足がですね、異様に細く、ある意味で平べったいのがわかります。つまり神々はこのような足をしていたということですけども、
ギルガメシュも大変それによく似た足をしていた。イコールギルガメシュは少なくとも人間ではなかった。イコール神ということにはなりませんが、流れからして神自身ということも考えられるわけです。まあ、そのことからギルガメシュイコールひょっとしたらマルドックの化身、あるいはマルドックがギルガメシュとなって地上に君臨したということも考えられるわけです。ついでですが、こうしたレリーフ、彫刻などはですね、まあ、神々の姿を正確に写し取っていたということになります。その時のですね、彫刻家のクリエイティブなマインドで自由に創作された神の姿ではなかったということです。で、もう一度ギルガメシュの足を見ていただきたいんですけども、これは本当に人間の足なのか、そしてライオンを軽々と抱いているところから見て巨人であったということにもなるわけです。まあ、身長が3メートル近くあったとしてもおかしくないわけです。そしてこのエンキドゥの足もこれまた人間離れしているのがわかります。ぐにゃっと曲がって、そして毛のようなものが生えているのがわかります。これと同じ表現をしてあるのが右の、まあこれもレリーフですね。右に向か、その右の右にいるのがイシュタール、だんだんスカートを履いている、まあ、ようにも見えます。そして左にいるのが、ニンフル・サグということになります。ニンフル・サグというのは延期の姉でもあり妻でもあったわけですけども、まあ、兄弟であったとも言われています。その足と同じ足を延期ドゥがしているということですね。これも奇妙な一致点ということになります。つまり延期ドゥ、延期の息子という意味ですけども、ひょっとしたらその血の流れを汲んでいるのかもしれません。そして古代の神々は皆、まあ、人間らしからぬ足をしていた。つまり足が一つのポイントということになります。言い換えると、この地球にはもともと適応していなかった神であったということにもなるわけです。左下のレリーフはマルドックと言われていますが、このマルドックは指が異様に長く、そして独特の S 字型の武器のようなものを手にしている点に注意してください。この武器のようなものをですね、やはりギルガメッシュが手にしています。以上のことだけでギルガメッシュはマルドックの化身であったとは言い切れませんが、その間の関係は極めて濃厚であるということになるのではないでしょうか。つまり延期からですね、マルドックが生まれた。そしてマルドックは3分の2ハイブリッドであったということです。この3分の2という数字についてはいろいろな解釈がなされています。ゼケレ・シッチンも自らの解釈を加えています。あるいは DNA レベルの話で、つまりはミトコンドリアはそのまま伝わっていくので、残った3分の2が神の血であるという説もあります。ゼカリア・シッチンの表した地球年代記をどうかお読みください。その中にマルドックが登場します。この動画の中で大切な部分はここです。マルドックは過去において人間の女性と結婚した。その女性というのはアヌンナキと人間の混合種であった。それゆえに、つまり人間の女性と結婚したためニビルへ戻ることを許されなかった。人間は天国、つまりニビルへ入ることを許可されていなかった。イーノクのような例外は時と場合にはあるが、そうでなければ許可されたとしても短期間のものであった。そのためマルドックはハイブリッド種の妻と一緒に暮らし、ニビルでの皇族の地位を失うか、それとも妻を捨て彼の地位を維持すべきかの選択をしなければならなかった。すでにアヌ王や枢機卿たちの怒りを受けていたこともあり、彼以前のナムールの筋を引いていたので、マルドックは地位などクソくらいと言って
妻を選んだ。しかしマルドックは彼の親族を忘れることも許すことも決してなかった。彼の親族が自分を裏切ったと考えていた。それでマルドックはエンリル一派レプタリアン族との対決を宣言し、地球の支配者になることを望んだ。少なくとも王が地球にいなくなるよりは良いとマルドックは考えた。そのためイナンナと激しく戦った。イナンナというのはエンリル一派の女性であった。権力に溺れた2人のアヌンナキが原因で、その戦争により何千人もの人間兵士が巻き込まれて殺された。アヌンナキが地球を去った時、すでにマルドックの妻、つまり人間は死んでいた。マルドックの妻は神々のように長寿ではなかったが、アヌ王や枢機卿たちはその反抗的な性格により、マルドックがニビルに戻ってくることを望まなかった。代わりにアヌ王たちはマルドックを地球に残し、好きなことをさせた。もしマルドックが地球の王になりたいというのなら、それはそれで良いと。が、神々はマルドックがその基地を使ったり乗っ取らないようにと、最初に市内の宇宙基地を核で破壊した。それ以来マルドックがこの地球の責任者となった。少なくとも地球の大部分の支配者となった。マルドックは現在私たちが地球のエリート、つまりイルミナティ、さらにはあるべき権力と呼ぶ実質的な派閥の権力者であった。しかし彼はただ一人の責任者ではなかった。他にも地球エリートの部分を操る別個の勢力があった。そのため事情は複雑であった。近くさらに詳しく調べることになる。神々が地球を放棄して以来、エンキ一派つまりサーペント族とエンリル一派つまりラム族が地球に残された。そして彼らのうち何人かはニビル王国に対して忠誠を誓っていた。もちろんマルドックは明らかにそうではなかったが、それでニビルの血筋を引いた者同士の戦争は現在の今もいつものようにこの地球上で続いている。人間がその兵士というわけである。自由のためと称してイラクやその他の場所で戦っている若くて勇敢な兵士を励ますことにはならないが、実際には今でもいつもそうであったように、彼らはつまり人間は神々の戦争、つまり代理戦争をしているに過ぎないのである。で、結論ということになります。このレリーフに表現されている3人の神、上はですね、左からシャマーシュ、中央がシンです。そして右がイナンナ・イシュタールということになります。するとその下にいるのが、向かって左側がマルドックイコールということになるわけですけども、ウルクで見つかっていますので、これはひょっとしたらギルガメッシュということになるわけです。ともあれ、あくまでもゼカリア失神説ということになりますが、この地球ではいわゆるイナンナ・イシュタールが率いるエンリル派とマルドックが率いるエンキ派の2派がですね、対立構造にあったということです。ただエンキとエンリルは意見の対立はあったのかもしれませんけども、仲は悪くはなかったということです。
その流れを組む2派が現在の今もですね、あくまでもゼカリア湿地の説によればですね、2派に分かれてこの地球上で覇権争いをしているということになります。まあ、こうした事実がですね、現在の左側はローマンカトリックにつながり、右側はフリーメイソンからイルミナティへとつながっているということになります。ここで皆さんにお見せしているこの神々の系図においてはですね、右上の頂点にギルガメッシュイコールマルドゥクを置いてみました。まだイコールとは断定できませんけれども、状況証拠から考えてその可能性は大変大きいということですね。そしてその流れがザラスストラ、ザラストラはあくまでもマギですけれども、絵とつながりゾラスター教ですよね。そしてその流れがミトラ教、すなわち弥勒菩薩教へとつながっていくわけです。そして3人のマギということになってますけども、マギは先頭ですね、一番向かって右側にいるマギが一人のマギ、すなわちストーダナゴータマ、すなわち私たちがブッダと呼んでいるそのお父さんということになるわけです。それがミトラの誕生の時に、母アナヒータのもとに駆けつけてですね、そしてアナヒータの処女解体を祝ったというわけです。まあ、こうして世界の神々がつながっていくということになります。今丸をつけたのが、これがカンピュセス2世ということになります。そしてその左にいるのがダリウス1世ということになります。まあ、この3人がミトラの誕生の時に、アナヒータの処女解体を祝って、アナヒータとミトラの誕生の時に駆けつけたということになります。こうしてミトラ教とつながっていくわけです。ザラスストラはあくまでもマギですから、私はザラストライコールソダナゴータマ、すなわちブッダの父親説を唱えています。マギは固有名詞で一人だけでしたという点からそのように判断しています。ということで、今日は、ギルガメッシュをもとにマルドゥクの謎に迫ってみました。 Bye for now.